たりか外れかどっち正解か間違いかどっちそんなこと考えてたのきりがない難しい話だけどただ一つだけ言えるのはあなたの小言にも少し慣れてきたこと僕たちの夢の形も少し変わったけどどうも同じ喫茶機のバスだったみたい見たことがある停留所隣に座るのはなった「エンジン音を立てた後」「バスは動き出す」忙しい毎日か呼んでもないのになぜか訪ねてくるのでしょう正解か間違いなんてどちらでもいいからあ